お疲れちゃんですね、ジェジェです。先日世界一受けたい授業の中で HSP が取り上げられました。 HSP とはハイリーセンシティブパーソンで、まあ、私もよく分かってないんですけども、まあ、周囲の些細な風景を敏感に感じて、それがストレスになるって人のことだそうです。まあ、どうやらね、特別なことではなくて5人に1人の割合でこれに該当するようです。この番組を見てから私も周囲の音が気になって集中できない、まあ、周囲の、ね、会話や音楽が一度気になり始めると集中できない、これらが HSP の特徴らしいのですが、まあ、私はね、概ね当てはまってしまいます、まあ、会社の飲み会や発言を求める会議が見られてるし、その内面のところも話されるかわからないです。まあ、転職なんかは人生最大のストレスですし、まあ、ステップアップだかもしれないためらってしまいます。周りの人が何となく怒っているとか、イライラしてるなとか、まあ、自分が何かしたかなと気になってしまいます。直接の部下でもないし、社員のマナーが悪いだけで、一日中イライラしてしまったとか、まあ、職場の掃除や片付けができていないことを気になって、何とかしてやってしまう。仕事を頼まれると残業してでも、まあ、無理してもね、気を付けてしまう。まあ、こんなことなので、まあ、仕事で無理をしてでも病んでしまう。相手のこともね、汲み取りながらこちらの条件を飲んでもらうテクニックが必要になります。それ以外にも自分の部下ならうまく育てられるんですけれども、まあ、それ以外はね、なるべく関わらないようにするとか、まあ、シンプルに視界や聴覚を制限すればストレスが少なくなるようです。まあ、例えばね、こう縁の太いメガネをかけたり、まあ、ノイズキャンセル機能のついた、まあ、イヤホンを使ったりすれば、まあ、余計な刺激にこう過敏になることはありません。の間に境界線を作るっていうことも有効で、まあ、目の前にねティッシュの箱をこう置くだけでもいいそうです。要は自分が境界線として、まあ、認識するだけで、まあ、ストレスが、ね、緩和されるようです。これについてはね、私が幼い頃から無意識にやってましたね。頭の中で、まあ、ここからバリアとか、まあ、そんなことで、まあ、自己防衛をしていたんだと思います。ということで、今後、まあ、自分がね、HSP であると認識した上で、まあ、行動していきたいなと思っています。まあ、そしてね、働き方とか、普段の生活っていうのも変えていきたいなと思っております。はい、今回のね、元ネタである、世界一受けたい授業に出演された、
武田由紀さんの本が、出されています。その名も繊細さんの本、私もね先ほど Amazon で購入しました、よかったら、ね、皆さんも、参考にしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。